中国共産党第一次全国代表大会は1921年7月23日から7月31日まで開催された中国共産党の設立会議。中共一前会議、一前大会、決闘大会、第一回党大会などとも呼ばれる。上海市の一大会史博物館、左から2番目の扉が会場の給り館。 春拓各省の代表者13名、コミンテルン代表の2名が出席した。党の発起メンバーである、陳独州と、丹平山は、広州、李大将は、北京、陳元路は、モスクワにおり、また小力子は、上海で病がしており、陳独州らと共に、中国共産主義青年団の前身を結成した、大気党は出席しなかった。 1921年7月23日から7月31日、上海市のフランス疎開内の持ち代106号にあった、李カ春の自宅にて行われた。しかし、この会議は密告により、フランス疎開警察の知るところとなり、7月30日夜に、李カ春拓がフランス疎開警察の警官の捜索を受けたため、 引き続きこの場所で会議を続けることは危険であるとの判断から7月31日に石膏省加工市の南湖に浮かぶ戦場に場所を移して最終日の会議が行われた。党の基本任務、民主集中政党の組織原則と規律等を規定した中国共産党綱領が定められた。また、役員選挙により以下のようになった。中国共産党の創立党員は 57名とも、50数名とも言われているが、現在までのところ、その正確な数字は明らかになっていない。ただし、以下のものが、創立党員であることは判明している。ありがとうございます。